平野紫仕様、ジャニーズ仲間との交流を通じ、ファンの心に安らぎと元気を与える。今後の活動に期待。ジャニーズの元キングプリンス以下、キンプリ、メンバーである平野仕様が、2023年8月30日に行ったインスタライブで、シクストーンズの森本慎太郎、キンプリの高橋山、 シユータの名前を挙げ、ジャニーズのファンにとって驚きと興奮の瞬間を提供しました。このインスタライブは、ジャニーズ事務所に関する諸問題がメディアで大きく取り上げられている時期に行われ、平野紫耀がどのような思いで配信を行ったのか、その内容を詳しく追求しましょう。ジャニーズ事務所の転機と平野紫耀のインスタライブ。 2023年8月29日、ジャニーズ事務所は、創業者であるジャニー北川氏の性的加害問題に関する再発防止特別チームが会見を行い、ジャニーズ事務所の一部で性的加害が認定されたと発表し、社長の藤島ジュリー稽子に対する退任勧告も行いました。 この報道は日本のメディアで大きな注目を浴び、ジャニーズ事務所に対する様々な論議を引き起こしました。同日、平野耀はインスタライブを実施し、ジャニーズの仲間たちとのエピソードを披露し、ファンとの交流を楽しんでいました。このインスタライブにより、平野耀のジャニーズ事務所に対する考えや、仲間たちとの関係について新たな視点が与えられました。 ジャニーズ祭りの兆し。平野紫耀のインスタライブでは、シクストーンズの森本慎太郎、キンプリの高橋山、岸優太といったジャニーズの仲間たちの名前が登場し、ファンにとってはまさにジャニーズ祭りのような瞬間となりました。このようなジャニーズメンバー同士の交流は、ファンにとって非常に貴重であり、その絆を感じる機会となったでしょう。 高橋山の泥酔エピソードと平野紫耀の優しさ。特に話題になったのは、岸優太の誕生日会エピソードでした。昨年の誕生日会で高橋山が泥酔した際、他のメンバーがタクシーを手配し、帰宅させたことが明かされました。平野紫耀は高橋を置いて帰ったと告白しましたが、その後、高橋が酔いつぶれた別の場所で、 彼を車で迎えに行き、家まで送ったエピソードも披露しました。これにより、平野耀の優しさや仲間思いの一面がファンに再確認されました。シクストーンズへの森本慎太郎との共演未遂。また、平野耀は森本慎太郎とのエピソードについても触れました。以前のインスタライブで森本が共演未遂を起こしたことが話題になっていました。 平野はインスタライブ中に森本からの電話を受け一瞬通話をしましたがファンには相手の声が聞こえないように気をつけるように伝えました。その後森本はラジオ番組でこの出来事を明かしファンを驚かせました。このような共演未遂のエピソードも平野仕用のインスタライブでの興奮に拍車をかけた要因と言えるでしょう。クロサギ撮影時の体重激減。 平野紫仕様は、インスタライブで主演を務めたドラマ、クロサギ TBSK2022 年10月期の撮影時に、1日に5食も食べていたにもかかわらず、体重が激減したというエピソードを明かしました。このような裏話に加え、ドラマの主題歌であるキンプリの月読みお口ずさんだりすることで、ファンを喜ばせました。ジャニーズの仲間たちとの交流と思いで 平野紫仕様のインスタライブは、ジャニーズ事務所に関する問題がメディアで取り上げられる中で、ファンにとっての心の支えとなるものでした。彼がジャニーズの仲間たちとの交流や、在籍当時の思い出をにこやかに話したことにより、ファンの心に安らぎと元気を与えたと言えるでしょう。平野紫仕様の今後の展望。今後も平野仕様のインスタライブは続くでしょう。 彼の明るい話題やジャニーズの仲間たちとの交流エピソードにはファンだけでなくメディアや視聴者からも注目が集まることでしょう。彼の行動や発言はジャニーズファンだけでなく広い層の人々に元気と希望を与えています。今後の平野仕様の活動にもますます期待したいところです。